ケミの町ケミは、ロシアのカレリア共和国にある歴史の古い都市。八海の西側の港町で、ケミ川の河口にある。カレリアの首都、ペトラザボーツクから、ムルマンスク港へ向かう鉄道が通る。人口は14,620人。沖合には、ソロベツキー諸島が浮かび、ソロベツキー修道院などが、世界遺産に登録されている。八海沿岸一帯には、 ポモールと呼ばれる人々が住む。ケミの名は1450年の文書で書出しており、ノブゴロド市の市長マルファ・ボレツカヤが自分の所領であったケミをソロベツキー修道院に寄付している。ノブゴロド公国がモスクワ大公国に併合された後はケミも併合され、1657年には木造の砦が建てられている。 ケミの大聖堂は1711年から1717 17年の間に建設されたが、これも素晴らしい木造建築である。内部にあるイコノスタシスは17世紀にノブゴロドからもたらされたイコンで飾られている。ソロベツキー修道院が廃止され政治犯収容所となった時期、1926年から1939年の間は、ケミから政治犯を乗せた船が出港していた。 収容所は第二次世界大戦の直前に海軍基地にするために廃止され、ケミにも冷戦時代にはカレリア一帯を管轄する大規模な空軍基地があった。1978年4月21日に発生した大観光空機銃撃事件では、富士着地点からヘリで輸送された乗客らがケミ空港へ移送され、その後、市内の公開道に一時収容された。 ありがとうございます。